緑。緑は、九州旅客鉄道 JR 九州が、博多駅佐世保駅間を、鹿児島本線、長崎本線、佐世保線経由で運行している、特急列車である。本港では、緑の派生系統で、ピーク期に、吉塚駅、博多駅佐世保駅間で運行される、臨時特急、有田東岸緑、有田東岸市緑、九十九島緑、 九十九島緑及び佐世保線で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。特急緑は1976年7月1日に長崎本線と佐世保線が電化開業した際、それまで小倉駅、博多駅佐世保駅間を運行していた急行列車弓張りの一部を機動車から電車特急化する形で運行を死した。 その際、鹿児島本線内の線路容量の関係から、長崎駅発着の特急、鴨目と小倉駅、博多駅、ひぜ山口駅間で連結運転とされたが、この連結及び、佐世保線内の輸送需要の関係上、当時の特急列車としては、異例の単編成となる4両編成とされ、以降現在まで、基本的に4両編成で運行されている、早朝、 夜間に8両編成を充当する列車あり、国鉄分割民営化以降は特急の単編成化が各地で進み、2両3両編成で運転される特急列車も各地で見られるようになったが、緑が3両以下で運行された事例は、国鉄民営化の前後に臨時列車一部が3両で運行された事例と2009年8月24日、 2011年6月25日26日に運行された団体専用列車の例、いずれも3両で運転のみで、定期列車では一度もない。1980年10月1日1982年11月15日の国鉄ダイヤ改正の2段階に分けて、弓張りは全て緑に格上げされ、博多駅佐世保駅間を鹿児島本線、長崎本線、 佐世保線経由で運行する中高優等車は緑に統一された。当初は弓張りと同様に一部列車が小倉駅まで乗り入れていたが、1980年10月1日以降はすべて博多駅発着に統一されている。1986年11月1日の国鉄ダイヤ改正で一旦、鴨モと緑の連結運転がなくなり、 博多駅と長崎県方面を結ぶ特急列車はカモメと緑が1時間あたり1本ずつ運転されるのが本となった。その後はカモメが増発された場合に増発分のカモメに783系を充当し緑との連結運転を行っていたが2011年3月12日の九州新幹線全線開通に伴い 鹿児島本線の容量に余裕が生じたこともあって、783系を使用した、カモメに787系を充当し、カモメと緑の連結運転は廃止され、長崎本線方面の特急列車を1時間あたり、2から3本運転する体制となった。爽やかな感じのする、色の、緑と、太陽と緑の国と呼ばれる九州にちなむとされる。ただし、 列車愛称の項にもある通り、中高特別急行列車には、中小名称を用いるという管理へ盛る。緑の列車名を使用した列車は、1961年10月から1975年3月まで、京阪神大九州を山陽本線経由で運転されていた特急列車でも使用され、1965年10月から1967年9月までは一部編成が、 佐世保駅に乗り入れていた。なお、2001年に、佐世保市において、翌年の市政100周年に合わせて列車名を、に解消しようという市民運動が起こり、市内を中心に署名を収集して、JR 九州へ提出した。この解消自体は2017年時点まで実現していないが、2013年5月6日に、本来、緑として、上り日本運行される予定だった。 臨時列車が下り一本を追加の上で両方の名前を重ねた九十九島緑の列車名で初めて運行され、以降、有田東岸緑以外の臨時列車はすべて九十九島緑として運行されている。ちなみに九十九島の名前で運行された列車は、1962年8月から博多駅佐世保駅間を筑肥線、松浦線平戸口駅経由で運行開始した。 準急列車がある。その後、1963年6月に、大村線経由で、長崎駅発着に、延長、1966年3月に急行に、格上げされ、1968年9月まで、運行された。九州新幹線西九州ルートの新都市、竹尾温泉間の整備方法については、全線フル規格とミニ新幹線の両案がある。 長崎県や沿線市は全線フル規格整備を要望しているが、全線フル規格の場合はこの区間が並行在来線となるため、佐世保市からは、竹尾温泉から新都市間が並行在来線扱いとなり経営分離された場合、緑の運行が維持されない可能性があるとの指摘、上がっている。ただし、実際には、現行の新幹線建設スキームにおいて、並行在来線の経営分離には、 沿線地方公共団体及び JR の同意が必要となっている。定期列車は全列車博多駅佐世保駅間において16往復が運転されている。原則として1時間あたり1本運行される。列車番号は全区間号数プラス 4000M である。一部の列車では博多駅廃棄駅間で大村線、ハウステンボス駅発着の特急、 ハウステンボスを並結する、並結する列車は右表を参照。並結する、ハウステンボスの号数は、緑に合わせられている。なお、ハウステンボスが号を往復運転の日には、廃棄駅で、緑7.1116.18号に接続する、シャトル列車、ハウステボスリレー号が、廃棄駅ハウステンボス駅間に運転されていたが、2017年11月30日、限りで、 運行終了した。また、前述通り1976年7月1日、運行開始から2011年3月11日まで、1986年11月1日から1988年3月12日を除く、全列車あるいは一部列車で、カモメイとの連結も行っていたため、ハウステンボスが運行開始した1992年3月25日以降、 列車によっては、博多駅肥前山口駅間では3階建て列車、3編成連結列車で運行されていた。カモメとの連結運転終了時点で、JR グループが運行する列車の中で3階建て列車を組むのはカモメ、緑、ハウステンボスのみであった。なお、これらの連結は緑に時間帯によってカモメ、ハウステンボスの一方、 または両方を連結する形で行われるため、緑を書いた、カモメ、ハウステンボスの連結列車設定されたことがなかった。臨時列車は、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始などのピーク期に設定され、有田東岸期間中、4月29日から5月5日に運行される列車は、有田東岸緑、それ以外の列車は、九十九島緑の列車名で運行している。 有田東岸緑はもともと有田東岸号の列車名で運行されていた臨時特急が2000年に緑の臨時列車扱いとなり2010年運行分から現行の名前になったものである九十九島緑の列車名誕生の経緯についてはこちらを参照されたい。ダイヤは有田東岸緑九十九島緑共通で九十から九十六号の 下り3本上り4本が設定されている。有田東岸緑はに往復、下り91.93号、上り94.96号が運行される。九十九島緑は、運行日によって本数は異なるが、片道のみの運転であることが多い。運行区間は96号が、佐世保駅、吉塚駅間、博多駅、吉塚駅間は普通列車。列車番号は、 博多駅で変わる。それ以外が、博多駅佐世保駅間である。91.96号のダイヤを用いて、ハウステンボス91.96号が運行されることがあるが、この場合も96号は、博多駅から普通列車に変わって、吉塚駅まで直通する。なお、有田東岸緑、九十九島緑はいずれも、ハウステンボスの並結は行わない。 吉塚駅マイナス、博多駅、二日、市駅都市駅から新都市駅、吉野ヶ里公園駅、佐賀駅、日蓮山口駅、竹尾温泉駅、有田駅、廃棄駅、佐世保駅。なお、佐世保線は、廃棄駅が、スイッチバック構造のため、緑も廃棄駅で、進行方向を変えるが、廃棄駅、佐世保駅間は10分程度と短いため、同じ JR 九州管内で、途中駅で、 進行方向を変える特急、ニックや、日輪 C ガイアのように乗客に、座席の方向転換を求める案内はなされておらず、上り列車は、佐世保駅発車時点で、座席の向きがあらかじめ、廃棄駅から先に置ける方向にセットれている。南福岡車両区に所属する783系、電車、ハイパーサルーン、787系電車が、充当されている。 783系は2000年3月11日ダイヤ改正より運用されており、3往復、下り1.2931号、上り4.60号を除く13往復に充当されている。全車両中央の乗降口を境に、廃棄よりの A 室と佐世保、博多よりの B 室に分かれており、駅や車内でもそのように案内されている。基本的に緑を4両編成。 右編成図中の5から8号車で運行されるが、4往復、下り21.2325.27号、上り2.830.32号、または5往復、前日の4往復通り19号、上り28号では、ハウステンボス用4両編成を1から4号車として、増結し8両で運行される。かつて、ハウステンボス編成を連結する列車の一部は、 ハウステンボス編成を、以前山口駅や廃棄駅で増解決するものもあったが、2016年3月26日のダイヤ改正で、ハウステンボス編成もて、佐世保駅まで乗り入れるようになっている。4両で運行する列車の号車番号が1号車からでは、なく5号車から始まるのは、ハウステンボス、1から4号車の博多方向に連結運転される、 サイの号車番号に基づいているためで、単独運転の列車でもこれを踏襲している形である。2011年3月11日までのカモメとの連結運転を行っていた列車は、カモメが1から5号車、ハウステンボスが7から10号車、緑が11から14号車となっていた。また、この運用のために、もともと中間車だった車両を改造した。 貫通型車両の黒葉782系100番台が廃棄駅方向5号車に連結されており、ハウステンボス編成との連結時には貫通路が設けられる編成間4.5号車間の行き来が可能になっている。787系は2011年3月12日ダイヤ改正より運用されており、いずれもデラックスグリーン席、 グリーン個室連結で、下り29.31号、上り4.6号の2往復は7両編成、下り1号、上り10号の1往復は6両編成が、充当されている。なお1.10号は、ハウステンボスを並結する場合は783系、緑編成で運行。もともとは、リレーツバメなどで運用されていた車両で、 九州新幹線鹿児島ルートの全線開業に伴う大幅な運用変更により、緑でも運用されるようになった。なお、臨時列車では2004年から2010年までにも、重当された実績があり、当時から緑用の行き先表示も設けられていた。787系の柔道開始時点では6両、編成であったが、2014年3月15日ダイヤ改正から7両編成に、 増結され、それまで指定席扱いだった普通車の四人用ボックスシートが自由席に変更された。かつて、上り列車の佐賀駅博多駅間で七百八十三系は最後部車両の B 室を除く普通車指定席、ハウステンボス平結列車ではすべての普通車指定席七百八十七系は二号車を除く普通車指定席の空席に自由席特急券で 着席可能の特例が設けられていたが、2018年3月改正で廃止された。なお、有田東岸緑、九十九島緑は783系4両5両8両編成の、いずれかで運行されるが、九十九島緑に限り稀に、デラックスグリーン席、グリーン個室を連結した787系で運行されることがある。 1976年から2000年までは485系電車が充当されていた。1990年以降 JR 九州は自社所有の485系について外装を赤い四式にするなどのリニューアルを行い、緑の車両に関しても緑エクスプレスとして同様の措置が取られたが列車名と塗色が一致しなかったことから赤い緑と揶揄された。なお、 485系は定期列車からの撤退後も2006年までは臨時列車の一部に充当されていた。また、2002年10月21日に佐賀駅、非前山口駅発着の鴨モメ1往復が佐世保駅まで延長されたのに伴い、列車名が緑に変更されたが、この列車には翌2003年3月14日まで885系電車が通されていた。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。